またお着替えを。窓から出ろ、早く逃げろ。誠、まだ もう大丈夫だよ。戻ってきな。マータ。マコト。で、どうするんだこれから。やっぱり考えなしか。俺は人質であると同時に内部潜入者だったんだぞ。まったく。お父さんさ、私たちの説得係にされて優しい扱いでも受けた。緩みすぎだよ。あのな、俺は連中の考えを見越した上で。もしさっき私とおじいちゃんがお父さんを置いて消えてたらどうなってたって思ってんの。あいつらに半殺しにされてたよ、間違いなく。そんで今頃死にかけの状態で私たちをおびき出すおとり役にされてたね。え？え？じゃないよ。ああ、お兄ちゃん、本当だ、動いてる。お兄ちゃん、こうと誠、あのガキ。あれはこの世界で遊びすぎた人間の慣れの果てなんだと。おじいちゃん、どうしよう。お兄ちゃんが。シュリー、翼を止めろ。クラギを引っ張らせ。でも今止めたらこのまま。やれ。それで人に戻れねえならあの娘だってこの世にはいねえ。血液の流れのようにたまわにの流れを感じる。逃げられましたか。すみません、高文の言動がなんというか微妙で判断が遅れました。
瞬間移動する相手です。ある程度仕方ありません。湯川家に行ってみましょう。少し痩せたか。いない。いたことは確かだな。そう遠くへは行ってねえはずだ。それ誠の子供は預かっている。無事に返してほしかったら指示に従うこと。分かった。離れの部屋の残骸は見た。あなたたちが管理人と呼んでる存在はあれで終わりじゃない。ああ、私が管理人を呼び出す。あなたはその体内から玉輪に追い出して、管理人にも私たちと同じようにあの白いクラゲが入り込んでる。追い出せばあなたが死者に変えた人たちのように管理人も止まる。その管理人ってあなたの家族。おいおい、何がどうなってんだ。こいつの家族が何だって。黙ってろ高文。はい、そうなのね。分かった。助けられるかどうかわからないけど、やってみる。でも、こんなやり方しかなかったの。なんで話しに来てくれなかったの。今そっちの質問に答える義理はないから。おい、いい加減にしろよ。お前もあれか、うちの牛を狙ってるのか。どうせ司会術を使って一山当ててやろうとか、ろくでもないこと考えているんだろう。まあそんなところだよね。あなたたちの考えることは、何代にもわたって視界に出入りして、その集大成がそれ。ほんと呆れる。たまたまあの夜、得体の知れない石を持ってただけの、視界のしの字も知らない人間だよ。あなたたちの視界術が巻き添えにしたのは。言ったよ、愛に。家の前まで。で、交渉相手を実愛会に決めた。なんで？あなたたちに話してどうなる？17年前の視界で消えた人間を、ここに呼び出せる事実にすらたどり着けないでしょう。違う。あなたを手伝う。でも、あなたがやったことは許さない。いいんじゃない？お互い様だしね。嘘つけ！翼兄ちゃん助けに行ってくれるって言ったじゃん。嘘つけ、嘘つけ、嘘つけ！まあまあ、とりあえずこれ食っとけ。いらない！帰る！待て待て、今迎えに行ってるから。ったく、早く帰ってこいよ。俺はガキは苦手なんだよ。ほら、来たぞ。あ、ジュリ姉ちゃん！誠、安心した。約束は守りなさいよ。そこでいい。下がって。あなたも屋上に行って、瞬間移動でお孫さんをサポートして。いや。わしはあんたの方につく。指示通りに動きなさい。狙い通りに飛べた試しがねえんだ。あんたを管理人から逃がすために飛ぶ方が役に立つ。ジュリもそうしろと言ってる。わかった。よう、出た瞬間を狙えよ。失敗しやがったら分かってんだ。あっち行く。誠、危ないから下がってて。危なくない、そっち行く。言うこと聞きなさい。怖えな。バーカ、ジュリおばさん。あんたこそちゃんとその子守りなさい。
かすり傷一つでも負わせたらただじゃ済まさないから。準備はいい？ええ。じゃあ始める。あったかい。当たり前だ、生きてるんだから。一つだけ佐川の真似をしてはいけないことがある。慎重にやってはダメだ。微弱な殺意では三人をまとめて呼び出せない。殺意は明確に、一気に。いや、まだ出てねえ。出たらすぐにあんたを連れて飛ぶ。大丈夫だ、信用してくれ。今のじゃ弱いってこと？これ以上って。出てねえ、まだだ。いや、まだだ。おいおい、何やってんだよ。憎い奴のことを考えりゃいいんだよ。目の前にいいんだろ。それともビビっちまったのか？出てねえ。冗談じゃない。ここまで来て呼び出せないなんてありえない。少し休んで仕切り直した方がよかねえか。休憩か。孫を早く返してもらいたいんだがな。ジジイ、お前が代われ。もともとその方が話が早いんだよ。一人でいくらでも逃げ回れんだろ。ちょっと言ったでしょ、呼び出すのは私がやる。いつまでかかんだ。佐川がここを嗅ぎつけるまでか。あんたがやりなよ。その方がよっぽど話が早いでしょ。できるかボケ。だったら黙ってなさいよ。時間かかって当たり前なんだよ。だいたい恨みも敵意もない赤の他人に殺意なんか持てないのが普通だよ。いや、管理人だっけ。どの程度の殺意なら大丈夫ってのを、ほら、今後視界に入る上でさ、感覚として知っときたいじゃない。もし今ここで簡単に管理人を呼び出せるとしたら、その人は頭おかしいよ。バカ、わしから逃げるな。ねえ、でっけえ。ちょっと飛び乗れ。こっち。
バカ、何やってんだ、早く逃げろ。バカ、死ぬ、暴れるな、死ぬんだ。まだだ、まだ生きてる、次乗る、でかい方から燃え出せ。止まったのか。まだ出てねえぞ。おい、あのおっさんかよ、呼び出したのは。一瞬で。まったく、イカれ具合も大概だな。助けてあげたかった。会えた。一瞬だったけど、ちゃんと分かった。私を見た。おっさん、ほら、お前だ。もう一人出てきてねえのがいるからよ。さっきの調子でもう一回頼むわ。もう降りる。おちょい待ってろ。いや。何首振ってんだ。
孫いらねえってか。三人だよな。降りる。うっせえ、子供はここで感染。だってほら、あの子だって子供じゃん。ねえ、妹は？こっちだ、陽介。なんだ？猿見て。いって。お前も生まれたばっかの時はこうだったの？名前は決まったの？ねえねえ、僕が考えていい？どこ？誰？気持ち悪い。ジュリ姉ちゃん、どうしたの？変な顔。痛いよ、痛い。あったかい。痛なんなの？話せよ、話せ。まあ、これで視界から出りゃこの子普通に生きてんだろ。よかったな、ジュリー。お前が責任を感じることはねえ。悪いのはわしだ。違う、責任はあったんだよ。この家に生まれた時からずっと。今までちゃんと向き合えずに来たけど、私だってこの家の一員なんだよね、ジュリー。時の流れとか人間が好き勝手いじくっていいわけないよ、絶対に。術を解いて元の世界に戻ったらすぐ出発しろ。あとは埋め、いや埋葬して、まあその辺はまずは兄貴を病院に運んでからか。ありがとう。でどうするよこれから。あのな、お前が実愛会に対して義理とか感じる必要はねえと思うぞ。床明けも一応のけじめは示したと思うぜ。今度はお前の番じゃねえか。分かってる、うん、はあ、第三班は全員お前らが。案外やるじゃねえか。カヌリニをやった手際といい、戦力的に当てにして良さそうだな。このまま実愛会の駒でいるや、奴らと心中だな。俺はお前らと組むわ。で、まずは。ちょっと待って。いきなり組むってありえない。あ？そのなんとか会って宗教団体なんでしょ？あんたは信者？信者じゃねえよ。雇われてるだけだ。は？だけ？あんたさ、私たちを殺す気だったよね。そんな人信用できると思う？まあそうだよな。じゃあよ、お前らだけで連中とやり合えるのか。感情だけでいいや、追い出すどころか
おめえを締め殺してやりて。ただそれでも今は味方が欲しい。実愛会側の残り人数はあと7人だ。区画単位で本籍を捜索します。湯川家周辺からお願いします。まず会の信者どもが4人、あと雇われ組の飛野、そして盗撮盗聴が専門の塩見。雇われだが俺らとは微妙に立ち位置が違う。で最後の一人が実愛会の総主佐川。こいつがとにかくやべえ。視界に興味ありありで何のつもりだか知らねえが、てめえ自身を実験台にしてカヌリニを呼び出しやがった。俺らの目の前でよ。佐川の視界に対する探求心は同行してる。何を求めてるのか間近に接していた私にもわからない。佐川、何なのそいつ。この長男死者だったはずでは。あの時か。死んだ阿南から抜け出た玉割りがおそらく湯川家の地に吸い寄せられ彼の中に入り込んだ。本弟子の地というやつか。正確には長年玉輪と付き合ってきた一族の遺伝子、それがもたらす慣れだよ。慣れ？そんなものが代々遺伝によって受け継がれるとは。湯川家じゃない、その逆だ。玉輪たちが昔からここに来ている湯川の地に慣れ親しんでいるのさ。同じようにカヌリに化した真島の家族とこの長男の共通点は一つしかない。予備知識もなくいきなり視界に放り込まれたこと。結果精神のバランスを崩し玉ワニの過度の侵食を許した。鍵を握るのは玉ワニを体に宿した者の精神状態だ。来てくれ、離れを見よう。うちの会員たちは皆視界術で世直しができると信じているよ。どう思う？非現実的だな。より力のある勢力に意志を奪われるだけだ。ここの純粋な連中は生き残れない。同感だ。私もそんな今後に興味はない。ならあんたの目的は何だ？世界を長く見たい。理想を言えば人の何千倍もの長さの時間を見たい。私を手伝ってくれれば実愛会を君にやるよ。好きなように作り変えればいいさ。そんな話をなぜ俺に？今後をどうする？君に任せたら。宗教分野の細かいことは今はわからないが、一つだけ言えるのは視界術を封印する。俺ならな。そういう人にこそ頼みたい。どのみち俺はもう知りすぎた部外者だ。聞こうか。どうでした？宮尾さん、見張りの件は？宗主に聞くまでもないことだよ。湯川たちが戻ってくる可能性があるんなら見張りは立てよう。どうかしました？裏切りだ。え？視界術をおもちゃにしてきた湯川家と同じレベルに宗主は落ちようとしている。いいけど炭酸はダメだぞ。ゲボしちゃうからね。そっか、そりゃ止まっちゃうわな中で。くそ取れねえ。じいじい喉渇いた。わかったって。もう少し待っててね。今はぁ返してるから。
孫にも衣装だな、ジュリおばさん。ジュリ姉ちゃんよ。方針は決まったのか？金返せ！じいじ、面白い。まず私の力で実愛会の7人を全員視界から追い出す。それから術を解除。みんなで元の世界に戻った後、本石を粉々にぶっ壊して視界術を封印する。お父さん、誠お願いね。まだ子供だし、危険にさらすわけにはいかないでしょ。まあ、お前も無茶するなよ。分かってる。さてと、んじゃ実愛会の本部とやらに乗り込んでみますか。なあ、あの宗教団体はうちの石目当てに佐川が立ち上げたのか？いいえ、もっと古い。200年前にはすでに甲という形で存在していた。だけど明治の頃にはすっかり司会信仰は廃れたらしい。そして長い間ただの飾り物になっていた俗籍に目をつけたのが佐川。佐川と湯川、もしかして昔関係があった？本部に向かう前によ、とりあえず一遍家に戻りてんだが、うちの門が一人庭で泊まってるのを置いてきちまった。安全な場所に隠してやりて。その方がいいと思う。もし私の家族の後にカヌリニになった人間がいないとしたら、死者は今完全に無防備な状態だから。こっちに全員来てる？ええ、まあ。他のメンツは？この周辺で本石を探してます。佐川さんは湯川家の離れに。何か変わったことはあった？変わったことって？いえ、なければいいんだけど。裏切りだ。ありません、何も。そっか。あ、何です？いや、もう聞けることもねえみたいだし。逆逆、後ろだよ。オープン。ほら、早くやれ。わっ、しびれた。こいつがもうちょい機敏だったら死んでたぞ。真ん前に落ちてどうすんだよ。仕方ねえだろ、狙い通りに行かねえんだし。ん？ねえ、それちょうだい、もしもの時のために。やめとけ。時間止まってるせいかロックかかんねえし、こんなもんに頼ったら好きになるだけだ。お前のその手の方がよっぽど強い。そうだな、この視界術やっぱり持っていた方がいい。たとえリスクがあろうとな、あいつら俺に黙ってあの石を処分するつもりだろう。危険を伴う宝物ならいっそない方がいいってか？バカな！今回の騒動は親父がしくじっただけの話だ。俺には湯川家を再生させる責任と覚悟、そして周到さがある。銃が人を殺すんじゃない、人が人を殺すんだ。そう、力は正義だ。おしっこ。俺は今の生活から抜けられりゃそれでいいんだよ。お前ら実愛会は視界術で世直し、
俺らは手を貸す代わりにちょいと金儲け。なのに司会術を封印？マジありえねえ。なあ、もう佐川の指示無視していいんじゃね？まずは湯川家仕留めて司会出ねえと。それまでは従うふりで行くって感じか。死と小便。誰か来たのか？さっき思ったんですけど、置いてあるとは限らないんですよね。ああ、本席ですよ。ああ、でもそのやり方なら意外にパターンねえな。パッと思いつくのは、例えばこんなところとか。へい、おい、なんか言えや。この落書きは本当許せません。初めて触った。実愛会に伝わる経典大炎行記は全て一人の人間によって書かれたものだ。これまで数人の専門家に筆跡鑑定を出したが、皆同一との報告をしてきた。専門家数人とは随分と疑り深いな。宗教の経典は思想体系や価値観を神話や史実になぞらえたものが少なくない。だが大炎行記は全て逆のものだ。思想を語るように装いながら、創始者がその目で見た事実および視界内での実験と考察の克明な記録だ。実験？大炎行記の放射年代測定を依頼したことがある。その結果、一項目が書かれたのが1300年代後期なのに対し、最終項は1800年代後期。創始者は500年生き、そして書いたのだ。世界を長く見るとの記述は、まさか。そう。カヌリには結果ではなく、過程なのだ。創始者はその先に行った。おそらくはな。私もそこに。宝石を見つけたぜ。よく見つけられましたね、トビノさん。勘がいい。いやいや、それほどでも。はい。何やってんの？早くお渡ししろや。片手で受け取るようなものではないですよね、本籍は。あ？実愛会は塩見さんが継ぐんですか？おい、その話は後だろ。世界を良くすることに興味がないなら、実愛会の存在理由は何なんですか？聞かれていましたか。最悪だこいつ。佐川とは別の意味で信用できねえ。今はまずい。否定してくれ。この場は宗主の言い訳に同調するしか。今後私は玉鰐を使っての延命を試みます。成功した際にはおそらく一定期間即身仏のような状態になる。塩見さんにはその間の私の肉体の管理と実愛会の維持をお願いしました。今後部外者に目をつけられる行動、すなわちあなた方の司会術の使用を禁じます。司会とは表裏一体に世界に密着し、全ての瞬間において世界の歪みを防ぎ支える力であり、その意志と力の結晶体である玉鰐と身を共にするということは、歪みの補正を人の歴史に対して行う使命を負うことである。そうし、
あなたの教えです。あなた方の純粋さには敬意を表します。だがそれは単なる表向きの方便だ。自分が教義を本当にしますよ。今までありがとうございました、総主。こいつやっちまうか。後期かもしれないな。最後の講話です。賜りの完全支配とはどういうものなのか、うまく実演できるかな。最後の講話です。賜りの完全支配とはどういうものなのか、予定より少し早いが、うまく実演できるかな。少しでもバランスを間違えれば落とし穴に飲み込まれ、二度と戻ってこられない。賜りの完全支配とはすなわち自我を残してのカヌリニカです。賜りの完全支配とはすなわち自我を残してのカヌリニカです。おい、カヌリニは死者を守っても自己防衛本能はない。つまりこれは私自身の反射、そしてこれは私の意志による動作。やめましょうよ、ミヤオさん。宗主もこれからのことは話し合いで、司会術の禁止だって今決めな。カヌリニの最大の特徴は何でしたか、ヤマイ君。それは死者に殺意を向ける者を排除するでしたね。この力は賜りが私の腕をベースに作り上げた筋肉繊維によるもの、つまりはカヌリニの力です。このまま私がヤマイ君の命を奪う選択ができるなら、それはつまりカヌリニではなく人間である私の自由意志によるもの。では行きますよ。シオミ、私は今彼を殺したか。あ、殺した。そうか、よかった。思い込みや残留思念ではない、私の自我は保たれている。逃げても構いませんよ。この状態でどれほどの速さが出せるのか、それを測る良い機会になる。トビノさん、そもそもカヌリニとは何だと思いますか。わかりませんか。あなたは我々と接してまだ日が浅い。では田辺君。くそうん、力の調整はほぼ思い通り、あとはスピードと正確性。佐川！これも悪くない。逃げれば今すぐ殺します。まだ実験は終わっていません。あなたにはそれに協力してもらいます。ねえ、何だったのかな今のギャーって声、よく聞こえなかったけど。知るか、俺に聞くな。仲間割れか。だから知らねえっての。何か不測の事態が起きているのは間違いないと思う。正面から行くのは危険ね。裏から回りましょう。確認したいことは二つ。一つは今この視界にカヌリニがいるかどうか、もう一つ、君の発する死者への殺意に私が反応してしまうかどうか。協力してくれないのであれば
わかった。問題なく君が彼を殺せれば、今現在カヌリには視界に存在しないことになり、また私が完全にカヌリニの制約外にあることが確認できる。理解できましたね。さあ行ってみましょうか。どうぞ。制限時間を決めた方がやりやすいですか。では3つ数えます。3、2、1。羨ましいよ、生まれつき視界に馴染む君らが。カヌリニと化した私は、タマワニを宿す君を感知していた。この世界では否応なく目立つ異物、命の気配。あいつの背後に回って隙をついて追い出す。わかった。あれ、何やってんの。もう一回ちゃんと狙って。狙っとる。やはりあのじいさんの能力は厄介だな。なんで逃げた。あれ以上は無理だ。あんなにしっかり見られながらやり合う予定じゃなかった。大丈夫だ、翼は死なねえ。見ろ、殺す気なら今やってるはずだ。さっきも無理やり人にやらせてた。少なくとも奴が自分から翼に手を出すことはねえ。取り返さなきゃ。今後も視界術を使い続けるには、絶対に本石を手に入れねえならん。そして親父から正確に使い方を教えてもらう。それにはジュリと親父をいかに説得して同意を得るかだが。ジュリ姉ちゃんは？ジュリ姉ちゃんはさっき散歩に出たかな。お家帰らないの？帰りたい。帰る。帰ろうよ。待て。ほら、おもちゃ屋あるみたいだぞ。何欲しい？買ってあげるぞ。待って。どいて。お兄さんを連れて行った時点で、佐川はあなたたちを待ち構えてる。だから。私が行く。私が行って、お兄さんを助けやすい状況を作る。どうやって？佐川についてる最後の一人、塩見という男をこちらに引き込む。彼を懐柔できれば、お兄さんを取り戻すのも難しくなくなる。できんのかよ、そんなこと。不可能ではないと思う。塩見は純粋に報酬のために参加した。今彼が佐川についてるのは、死なないための成り行きの選択で、本意ではないはず。頭から食うかと思った。うん、噛み砕けないこともないかもしれんが、効率が悪い。これでも一応味覚もある。じゃあ醤油がいるか。いや、いい。単なるエネルギー補給だ。ゆっくり味わうつもりもない。なぜ長男を連れてきた。人質か。そんなところだ。もう一度カヌリニの存在を確認するために俺を使うのかと。実験に協力してくれるのか。あの時の次女の行動、カヌリニがいないがゆえとも取れるし、単に家族を助けるためとも取れる。どちらにしても状況は次のステージに入った。コウコの憂いを早めに取り除いておくための道具だ。こちらには長男と本石、二つのアドバンテージがある。コウコの憂いか。そんなものが今のあんたにあるとは思えないが、
私は慎重な男だよ。おい、体が大きくなりすぎてないか？なっているな。これ以上は無駄食いか。どうやった？玉ワニとのパワーバランスを戻した。カヌリニカは思考からの解放、自分を投げ出す感覚。逆は自我の増強、自身の確認、玉ワニを体の中心に集めるイメージ。今のは摂取したタンパク質を玉ワニに勝手に使われて巨大化したってところか。理解が早いな。この短期間でここまで玉ワニをコントロールできるものなのか？視界が佐川を進化させて、この男が視界を変えた。どうした？気配がする。下に誰か来たな。あんた一人か？ええ、佐川さんは？上だ、休んでる。湯川家の状況を見たわ。ちょっと外で話さない？今連中と行動しているのか？なんで？佐川さんからあんたのことを聞いた。カヌリに化した家族を連れ戻すために侍女の力を使ってそれを試みるだろうという話だったが、そうなのか？ええ。認めるんだな。成功したのか？もしかして生きていたのか、家族が。そうか。なら生きなきゃならないな、あんたは。待って！生き残りたければ、あんたもこっちに来い。無駄な取引は通用しない。俺は俺自身の利益と安全を考えて、クライアントである佐川さんの提案に乗った。味方になるならそこにいろ。今佐川さんを呼んでくる。なかなか出てこんな。やっぱり裏切ったんじゃ？いや、それはねえ。お金は？普段はダメだけど今いいんだよ。でも、だってこのお兄さんバーコードをピッてしてくれないから、お金置いても意味ないんだよ。じゃあいい。わかったわかった、ジジが悪かった。はい、置いたよ。ありがとう。あ、走っちゃダメだよ、マコト。そうだ、もう答えは出てんだ。ジュリと親父を説得するのに今圧倒的に足りないのは俺自身の発言力。当然だ、嫁入り前の娘を前線に送り出して自分は安全地帯。これじゃ誰も話は聞かん。だが俺ならできる。俺の才覚と人徳があれば。じいじ、どうしたの？トイレ？待ってろ、まこと、お前の未来は明るいぞ。いない。敵対か？いや、まだ近くに気配がある。こっちだ。動きがねえな。本当に一人で行かせてよかったのか？なあおい、大丈夫なのかよ、あいつ。騒ぐな、あの娘が言い出したことだ。いつまで待てばいいんだ、じいさん。ちょっと行ってヤバそうだったらマジも連れてピュッと戻ってこいや。このバカ野郎。
それこそうまく引き込んどる途中だったらどうする。台無しだろうが。いいか、昔から銃なればすなわちこれを囲みって言ってな、戦の格言で籠城してる相手を攻めるには本当なら10倍の戦力が必要だって話なんだ。ほう、昔からっていうか一昨日のテレビね、孫子の兵法。かあ、やっぱ頼りになんねえ。なんだと？静かに。なるほど、君は私に近い。それは浮いているように思えるが、実際は知覚できないほど緩やかに落下中というわけだ。通常の世界から見れば我々は尋常ならざる速さで動いている。空気抵抗や摩擦熱、そういった物理法則を玉割りが我々の意識を読んで抑え込み、普段と変わらず動けるようサポートしてくれている。しかし空中に静止しているものに体重をかければ落下する。我々が思う通り。つまり、君がそれの上に立っていられるということは、常識の枠を超えた無意識の制御に他ならない。さあ、もっとどんなことができるのか試してくれないか？おじいちゃん、今度こそあいつの後ろに。分かっとる。おいおい、来たぞ。危ない。うん、だめだ。てめえ、うん、今のはやばかった。どうだ、十分だと思う。そうか、では、拉致が開かない睨み合いは無用だな。かぁ。つか、お前、いつの間にそんなことできるようになったんだ。待って、来ないで。こっちから行くから。長男を置いてきてよかったのか。構わない、餌の役目は果たした。連中は彼を安全な場所に隠そうとするだろう。その間こちら側の時間が稼げる。二段構えの人質だったのか。そういうことだ。すまねえな。いえ、どうして佐川たちはあんなにあっさり引いたの。あの状況、佐川たちにとってはチャンスだったはず。少なくとも私と佐古くんは殺せた。わからない。まさか。わしの血だ。そんなもん持ってかれたところでどうってことはねえだろう。でもないよ、石がない。佐川たちに取られたか。石を持ってかれたのは痛えが、それもあんまり関係ねえだろう。石を使ってあいつらが出て行ってくれれば万々歳。それからゆっくり石を探しゃいい。仮に出て行かなくてもあいつらを倒すって目的には変わりがねえんだ。
違う、そうじゃなくて、もしかしてあいつらがおじいちゃんの血を使うってこと？いや、それも関係ねえ。血を使ったところでちゃんとあの石に手を置いて、それで石がクラゲを吸い取るんだ。手を置かずに試してみたことは？は？手を置かなければ術が成功しない理由、それがあれば安心できる。そんなの知らねえ。もし私の想像、いえ、佐川の目算通りになったら、血の持ち主は視界から追い出される。吸い取った。おじいちゃん、この感じは。信じらんねえ。俺が死ぬなんてマジでありえねえ。そういうの他のカスどもの役目じゃねえの。俺なんでこんなとこ来たんだよ。おい、誰か助けろよ。え？マジで死ぬのこれ。くそ、死にたくねえ。帰りてえ。マジ死にたくねえ。もし私の想像、いえ、佐川の目算通りになったら、血の持ち主は視界から追い出される。確かに佐川から見て一番面倒くせえのはジジイかもな。瞬間移動抜きの次女はロケットのねえ核弾頭みてえなもんだ。先に他を仕留めて連携を立てば。あのなあ、あなたを失えばあとはドミノ倒し。彼女も残った家族もなすすべもなく皆殺しにされる。子供だろうと佐川は容赦しない。そんな。いやマジだぜ。俺ら指示を受けてたしな。湯川家全員一家思想扱いにしろってよ。つうわけで改めて確認しておきたいんだけどよ、お前らって人殺せる？家族の命守るために。吸い取った。離れよう。巻き添えを食う。ねえ、探すってどこ？とりあえず佐川たちが歩ってった方を片っ端にだ。他にやるようあるかよ。取り越し苦労だと思うがな。どうかした？いや、でもあれだな、石は早めに取り返した方がいい。あれに万一のことがあったら全員視界から出られなくなっちまう。厳密には全員じゃない。出るだけならもう一つ方法が。おじいちゃん！この感じは。クラゲが。まさか。おいおい、えいごおじいちゃん、なんかねえのかよ、止める方法は。おい、これは手遅れよ。玉兄をたどっていけば石があるけど、佐川もいる。見つけ出したところでもう時間が。おじいちゃん、石のところに飛んで。いや無理だろ、場所もわかんねえのに。できると思えばできる。石を思い浮かべるの。重さとか形とか色とか。確かに石単体でも一つの場所と思い込めば。お願い頑張って。
ただそこへ飛ぼうとするだけよ。飛んで、飛べる。着地の音がしねえ。どこまで飛んだ。音？ダメだ、血が完全に染み込んで。今おじいちゃんを失えば。いいよね、私が返してあげられるし。ジュリおじいちゃん、どう？具合？来た！逃げよう、おじいちゃん！飛んで！まだ中、もう一回待て、俺はお前らに願える。連れて行け。これはこれで悪くない。もうジジイ、無事かよ。しおみ、術を止めた。それってやってくれやがったな。何がどうした？壊したの？あ？まあね。それで止められるかなんて分かんなかったけど。石を？マジで？じゃあ術が解けねえじゃねえか！どうすんだよ！俺たち死ぬまでここに。私たちは視界から出られる。彼女の能力で玉鬼を体から追い出してもらえれば。彼女自身は。マジかよ。いや、でもやってみなくちゃわかんない。ほらね、無理なもんは無理。わっ、何考えてんだてめえ。シャレなんねえだろうよ。大丈夫、あんたたちはちゃんと出してあげるから。大事に扱ってよ、これからはお姫様って呼んでね。ごめん、こんなことになって。ん？どうしたの？またおしっこ？なんでもない。
凶器は特にないか。しかしすげえ変わり身の速さだな。誰だって一番重要なのは無事に帰ることだろ。俺だって例外じゃないさ。佐川に着いたのも元はといえば身の安全を確保するためだ。信者連中の安い世直しに付き合っても長生きできないしな。本籍はなくなった。佐川と二人で生き延びてもしょうがないならば寝返る。とっさにそう判断した。佐川もそれを読んですかさず俺を攻撃してきたが。なるほど。その佐川だが、奴は他人の居場所を察知するよな。距離と精度は。答える前に俺はちゃんと視界から出してもらえるのかな。そりゃ姫様の気分次第じゃねえかな。せいぜい役に立った方がよくね。わかった。まず察知すると言ってもそれが誰かというところまではわからない。100メートルが目安かな。そのあたりまで近づいたところで大体の人数が分かり始める。逆にどれだけ遠ざかっても気配と方向は悟られる。カヌリニが殺意に反応して現れるというが、それは侵入者の位置を把握しているということだろう。それと同じだ。十分高性能じゃねえか。クソ。逆に弱点はなんかねえのかよ。佐川が嫌がることとか。強いて言うなら栄養補給に気を使わねばならないことかな。栄養不足で動けば玉ワニが制御を超えて肉体を侵食する恐れがある。そこが分からなかった。そんな危険を冒してまでなぜカヌリニ化したのか。佐川にとってカヌリニ化は過程に過ぎない。やつは歴史や宇宙の行く末を見届けるものになろうとしている。あ？宇宙の行く末？そうだ。過去から未来へ。人は皆同じ速さで時の流れに運ばれている。玉ワニが入ることにより、俺たちは今、流れが止まった世界、視界の中にいる。が、それは入り口の段階に過ぎない。玉輪には逆のこともできる。逆？それってまさか。そう。流れの中でただ一人、己の時を止める。つまり、通常世界での死者か。あ、どういうこと？佐川は普通の世界で一人だけ死者になりてえのか？自殺みてえなもんじゃねえか、それ。いいや。本人にとっては一時だ。死者たちにとってこの視界が感じる間もないほどの一瞬であるように。佐川が玉割りに求めるものは全ての生物を縛る流れの速度からの完全な自由。未来への移動。移動した先で死者化を解けば佐川の望む未来へと着地する。それだけ？それだけと。え、だってなんかやるんじゃないの？世界征服とか。いや、すまん。現に信者たちはそれに近いものを夢見ていたしな。自分の孫、いや、もっと先の世代が見るものを自分は見ることができない。そんなことを考えたことはないか。たった100年先はもう、決して触れることのできない世界。例えばそこでは、どんな生活が営まれている？社会制度は？インフラは？エネルギーは？恐慌や戦争はいつまで繰り返されるのか？科学は人をどんな領域に導くのか、どんな形で人の世界は終わりを迎えるのか、そしてこの宇宙に終わりはあるのか。あるとすれば
次の宇宙は。佐川が目指すのはそういった真理を果てまで見届けること。たかだか数十年の制服なんて比較にもならない。つうか、お前本当にこっちに寝返ったんだよな。えらく感化されてね。いいや、俺は凡人だからな。日常に帰ることを犠牲にしてまで付き合えん。未来を見に行くだけ。ん？じゃあもし今日のことを忘れるって言えば、佐川が私たちを殺す理由はなくなる？そんなこと。おいおいおい、この後に及んだ。未来なんて勝手に行けばいいじゃん。うちには関係ない。勝てるならいいよ、絶対。でも家族の命までかけるような戦いを、もし避けられる道があるなら。ないな。もう刺しませんと蚊に言われたところで、それを信じるより潰した方が早い。それくらい俺たちは交渉の対象にならない。生きる目線が違う。でも、それに佐川は戦いを望んでいる。格闘や殺戮が玉割りの操作法を覚えるのに効果的だからだ。結局やるしかねえか。けどあんな化け物どうするよ。じいさんはあの通りだし。ねえ、止まってるね。しっ、これもジュリの仕業か。あそこにも。これであと何人だ。すごいな。いやいやいや、感心してる場合か。まずは親父の説得だ。わかっているさ。司会術で金や力を得るのを親父もジュリも良しとはせんだろう。だがな、俺はこの家に蔓延する無力感を吹っ飛ばしたい。何でもいい。ネズミ小僧みたいなことをやったっていいし、世の中の流れに一矢報いることだってできる。どんなに説得が困難だろうと、諦めてたまるか。俺がこの家に新しい風を起こすんだ。死んで、また別の。違う、殺してない。そいつら最初から死んでたんだって。誠、じいじが引きつけてる間に逃げろ。あ、この佐川か。うちの方よ。やめろ。じいじを離せ。ジュリア親父みたいな特殊な。あ、ジュリ姉ちゃん。ねえねえ、みんなどこ行ってたの？何やってんのお父さん、デパートで待っててって言ったよね。いや、こいつが誠に近寄ったから止めようと。あ？誠、無事だったか。うん、あのね、じいじにおもちゃ買ってもらう。おい、こいつの着てる服、まさか飛びのか。
ぜカヌリニに。待って、誰も死者に殺意を向けてないよね。佐川のカヌリニ化が視界に何らかの影響を及ぼしているのか。なことよりもよ、こいつさっきこのおっさんの声に反応してなかったか。俺、まあ止まれって言った瞬間ピタッと。え、そう、気のせいでしょ、管理人が人の命令聞くなんて。いやいや、お前らずっと普通の人間にできねえことやってる。俺だよ、俺が止めた。なんかこう今までにない感覚だったな。じゃあ見せてみて。え、お父さんそれを操れるんでしょ、やってみせてよ。ああ、いいと思う。さてと、どうするかな。よし、あそこへ登れ。どうしたの、早く。登れ、登れ。やっぱり気のせいじゃん、うん、おい。あいつを佐川にぶつけてみるってどうよ。よし、あそこへ登れ。どうしたの、早く。登れ、登れ。やっぱり気のせいじゃん、うん、おい。あいつを佐川にぶつけてみるってどうよ。何、ぶつけてみるって。カヌリニなんだろあれ。あいつが入れば戦力は5分以上だ。おい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 、トビナの野郎だってリベンジしてだろうし、文句はねえはずだ。もしかしてこの流れは。でもあのおっさんが操れんだろ、使わない手はねえぜ。俺も賛成だ、戦力が大いに越したことはない。発言力アップの大チャンス。任せろジュリー、一家の主として家族にあだなすやつを俺が倒すな。分かった、じゃあそうしましょう。よし来てくれ。じゃあとりあえずあいつを呼び戻してっと。おー戻ってこい。おーい戻ってこい。今度はすんなり来たな。あ、さっきは調子が悪かったんだ。ねえあなた、誠を預かってくれる？安全な場所に避難させてほしいの。え、でも。そうしろよ、ガキが心配で親父が全力出せねえんじゃ意味ねえから。え、ガキって言わないで。わしからも頼む。本当はジュリも避難させたいが、こうなった以上せめて誠だけでも。おじいちゃん。いや、ちょっと待って。何にも言うな、分かっとる。全てわしが悪いんじゃ、後で好きなだけ罵倒でも何でもすればいい。いや、そうじゃなくて。 なんだ、誠の保護は俺の役目だろ。はあ、ちょっと何言ってんの、誠を連れ回しながら戦う気。いや、そうは言ってない。安全な場所までは下がるよ、もちろん。それでどうやって戦うんだよ。できるよ、遠くからだって俺ならできる。娘を矢面に立たせてか。あいつを真っ先に突っ込ませるのが上等策だろ。戦力分散させてどうすんだ。小さい子は守らんといかんだろ。もともと誠の方は俺の役目だ。この管理人は俺が孫を守るために使う。だからねえ、
遠くからってどれくらい？え？遠隔操作が可能なら開けてるところにさえいれば問題ないと思うけど、どれくらいの距離までなら操れるの？それは家ん中とかに隠れられたら意味ねえじゃん。とにかく孫とは俺が守る、管理人はそのために使う、その上で戦う。これは俺にしかできないことだなあ。孫ともジジと一緒にいたいよな。おーれ痛いって言ってるぞ。おいおっさん、話し合いは平行線か。どのような作戦を立てるにしても決断は早い方がいい。時間を与えれば佐川はさらに玉鰐のコントロールに長けてくるだろう。俺は見ていないが、自我を保ったままアナンを殺したサイズになって襲いかかってこないとも限らない。それに自由にエネルギー補給の時間を与えてしまうのは致命的だ。この体でも以前のように動きが切れるようになった。集中すれば玉鰐の流れも深く感じることができる。これも無意識の制御というやつか。存外カヌリニの体というのは便利なものだな。近づいてくる。妙なのも混じっているが、総出で私を探すつもりか。であればこちらは身を潜めて一人ずつ潰していくだけ。見られている？少し動いたけど止まった。そうか。おい、本当にこっちでいいんだな。ああ動いた。あ、動いたぞ。どっちだ？あっち。あっちだ。なあおい、カヌリニを操れる上に敵の位置までわかるなんざ最強じゃねえか。最強？来たぞ来た来た、俺の時代が。今この中で主導権を握ってるのは間違いなく俺。つまり地下術を使う決定権ももはや俺のもの。ねえじいじ。ああ、悪い奴がいる場所がわかるのもあいつを操っているのもお前だよ、マコト。あ、やっぱり？でも、こんなことジュリお姉ちゃんに知れたら怒られるだろう？うん、怒られる。だから本当のことは大人になってから言えばいいんだ。敵をやっつけてみんなを守った影のヒーローは自分だって。影のヒーロー？心配するな、マコト。お前の未来は明るいぞ。それ前にも聞いたよ。やはりトレースされている。これで互いに条件は対等、逃げも隠れもできないというわけか。いいだろう。ならば丁重に出迎えてやるとしよう。二人で来るか。まあ当然だな。気配を悟られてると知って隠す素振りもなしというわけだな。さてまずはどう出る。近くに出現するだけならこちらの方が有利。おじいちゃん、ブラフか。この服、本体はトビノか。惜しい。もう少しだぞ、マコト。マコト？あ、わ、危ないからもう少し隠れていようね。え？止まった。
大ジュリにバッティングセンターで鍛えた腕前見やがれ。何の役にも立たんな。この動き自分の意思ではない、誰かに操られている。なるほど。子供か。おうし、うまくいった。この連携はいささか煩わしい。そのまま行け。佐川、押してる。パワーでは負けている。このまま削られ続けると危険だ。おじいちゃん、チャンス。おう。えい。まあ、持久戦は不利。カヌリニを操るあの子供から片付けよう。残念です。あなたがおとなしく従っていればこんなことにはならなかった。お父さん、ダメ。うわ。あなたには物理的作用の制御を使っていろいろと試してほしいことがある。もう少しだけ生かしておいてあげますよ。力を試してあげる。捕まえろ。何、あのガキ。まこと、やっぱり。いや、バレたか。よし、いいぞ。まこと、そいつを握りつぶせ。ダメ、バカ言わないで。お父さん、まこと、そのままで。私が行く。なに、おい。なんだありゃ。お、体がでかく。あんなに質量を増やしたらエネルギーが絶対的に足りない。今佐川の体は限界を超えてるはず。止まった、今なら。待て、一人で。まるで絞りかすのように。いや、ひょろひょろになった。マコト、もう一息。あいつを捕まえるんだ。うん。食べる者がいる。逃げれば終わり。消耗。あ、食べる者がためるもの。痛い。あ、ポポン痛いのか。僕じゃない。あ、あいつのお腹むしゃむしゃされてる。栄養補給に気をつけなければならないことかな。
回復される。追い出さなきゃ、今すぐ。ジュリー、ジュリー、大丈夫か？大丈夫。向こうはそうでもないみたいだけど。あれは回復じゃない、表面を覆っているだけ。体は弱ってる。逃がさない。ジュリー、大丈夫か？マジマ、私は大丈夫。それよりも追って、早く。ああ、ボケっとするな、行くぞ。おう。俺を殺すのか？生きているものを視界から追い出し、お前一人ここに残る。そこにいるじいさんは苦しむな。自分の不手際が孫の人生を奪ったと。どの口が、元はといえば。出してやろう。視界からお前を、俺がお前を返してやる、元の世界に。何？騙されないで。俺が教えるのは意識の使い方だ。意思がなくとも玉ワニの操作によって視界への出入りは可能。その域までもう少し。確かな予感だ。体中をめぐる玉ワニの粒子の渦を感じる。感覚を研ぎ澄ませば血流がくすぐったいほどだ。お前をその域まで導く、そのための意識の使い方をレクチャーしよう。本当なのか？そりゃ本当に意思なしで。嘘よ、そんなの。口車に乗せられないで。信じるか否かはお前たち次第だ。信じるということは、そもそも敬意や理論とは別次元。信じることでうまくいくこともある。それまでの固執や情念を断ち切ることすら可能にするのが信じるということだ。少し疲れたかな。柄にもなく宗教家っぽいことを言ってしまった。そういえば宗教家だったね。狂人にしか見えないけど。いや、俺は自分をつくづくただの人間だと思っているよ、本当に。狂うこともできなかったただの凡人だ。俺の家は古くから続く民間信仰を母体とした宗教団体の宗家だった。それでは今日は信仰と人の心についてのお話をしましょう。幼い頃の俺は毎週同じ場所で信者たちに教義を説く父を見て、まるで柱のようだと思った。人を支え、道徳を支える見えない柱。宗教の数だけその柱があって、それらが世界を支え、人を守っていると、その頃の俺は純粋に信じていた。純次君、おはよう。おはようございます。おはようございます。おはよう。おはようございます。
ご主人は休日出勤、大変だね。順次君、今日サッカークラブ何時まで？ないよ、休みになった。やった。一家で入会している会員の子供が学校の外で付き合いのある唯一の存在だった。家の中に宗教があるという共通点、特別な存在だった。洗ったんだけど取れなくて。ああ、中まで行ってる。洗剤使った？使ってない。嘘つくなよ。化学物質はいけないって知ってるだろ。ごめん。明日外袋の交換日じゃん。お返しの時にバレるよこの匂い。別館に新しいのが置いてあるから取りに行こう。お返しの時だけ新しい方を出して、汚しちゃった方は大事に持ってれば大丈夫だよ多分。ありがとう、順次君がいてよかった。だって友達だろ。ごめんなさい宗師様、罰は僕に与えてください。順次君。行った先で見つけたものは、新規会員用に発注したお守りと互いの親の誓い。要するにまあ全部遊びだ。その5年後、父は病死した。まあ元気出しなよ。これからは宗師様だよ、順次君。俺はこの家を出る。教団とも縁を切る。何それ。おい、何勝手に降りようとしてんだ。ふざけんなよ。金も女も自由になるのはこれからじゃねえか。明日までに頭冷やしとけよ、順次君。その意志は視界の片鱗を見せた。俺は全てを割り切った。視界術の研究、実愛会はそのためにのみ存在するもの。きっかけをくれた友人は最後まで好きなように遊ばせてやった。青臭くて呆れたか。もう俺は普通の世界に生きることに輝きを感じない。だがお前は違う。家族と帰れ。別れを選べば互いの苦しみに触れる機会すら永久に失う。ジュリー、わしからも頼む。帰ってきてくれ。この通りだ。ジュリー。すごいね、耐えら
られるんだ。あと何回かやれば追い出せそうだけど、ここで決着をつけないと意味ないよね。待て、おめえが帰れる可能性をなくすつもりだ。私は家族を守りたい。何に変えてもこいつも同じ。自分の目的を守るために私たちに運を預けたりしない。だがよ、お互い1ミリも妥協なんかできっこない。こいつはそれを知ってる。知った上で私たちに揺さぶりをかけてる。喋りすぎたか。待てジュリ、わしがやる。せめて手を汚させてくれ。結局わしはてめえよりも孫を信じるしかねえ。この手でてめえを殺して、この手で孫をここに残す。無理よおじいちゃん、躊躇してるでしょ。してねえ。してるよ。じゃあおめえは死ねえのか。成敗。怪我はなかったか、ジュリー。これな、仲間さんちから持ってきた。模造刀だから切れはしないが、一斗缶ぐらいならサクッと貫くんだぞ。いや、それよりも。おやじ、何をごちゃごちゃとやってか。俺が蹴りをつけてやったからいいようなものの、もしこいつがジュリに襲いかかっていたら、どう守るつもりだったんだ。マジ、一直線に刺しに行った。倒れてる相手を一瞬の戸惑いもなく、むしろ軽やかな動きで。なんだろうこの人。決まった。おっ、なんだ？こんちくしょうめえ。おい、脳みそどっち行った？脳みそ？砂煙ならあちらに。ここに。佐川、あれ。まるで雲だな。よし、こいつで払い落として終わりだ。余った砂塵が見当たらない。佐川の体の質量は全部あの細い糸に凝縮されてるってことだとしたら、はっ、のはっ、ああああああ、すまない、ジュリー、なんか閉まるもの。指、これ持ってて、病院でお医者さんに渡して。お医者さんってお前。いや、ちょっと待って。どうした、高尾文。ごめん、勝手に追い出した。指取れちゃって出血ひどいから。みんな、佐川の張った糸に触らないで。一本一本がカミソリみたいに鋭い。これって籠城？じいじも止まっちゃった。あら、穏やかないいお顔。どんくらい経った？さあ、一時間とか。あれで生きてるってこと自体信じられないけど。まさかあん中で体の回復とか。確かに浮遊粒子を吸い寄せるぐらいのことはしてるかもしれない。浮遊粒子？大気中の砂塵や炭素や金属のこと。カヌリニを構成するものは広範囲から引き寄せて凝縮した浮遊粒子だと思う。ただ引き寄せるにもエネルギーがいる。多少の有機物を引き寄せたとしても長く持つとは思えない。じゃああいつは動かないんじゃなくて動けねえのか。だとすれば後片付けでもするか。今回の事件の証拠品と死体の、うん、今のところ佐川に動きはないし、頭数がいるうちに必要なことを済ませるべきでは。まあこのままただ見てるのもな。死体を埋める穴だが、子供を使って飛びのに掘らせよう。いいか。
まあ穴だけ掘ってくれりゃ埋めるのは俺たちでやるしよ。うん。あれ怒んねえのかこれ。約束して。全部終わったら他の連中を抑えてうちに絶対手出しさせないって。それはもちろん。心配すんな。お前への義理は必ず通すぜ。信用してるからね。大丈夫かな、じいじ。大丈夫大丈夫。これがお守りだ。ちょっと痛いかも。さっきはありがとう、約束の件。別に。言っとくけど、うちにはあなたのお兄さんを養う余裕ないからね。当てにはしてないわよ。こうなりゃ哀れだな、宮野も。宮尾、さっき乗せたのは山井。あ、そう。佐古君はちょっと頼りないけど、塩見は信用できる。彼なら湯川家の安全を確保してくれるはず。うん。私は佐川の見張りに戻ります。わしも行こう。奴が妙な真似したらあんたを連れて飛ぶ。やだなこれ。いい頃合いに都市計画とかで掘り出されないかな。でももう私は見届けられないんだよね。そういやお別れも言えなかった。ん？どこか痛くしたの？ジュリ姉ちゃん。お、寝ねえのか。こんくらべになるぞ。休めるときに休んでおかねえと。誠が一度起きてぐずっちゃって。ママはまだ帰らないのって。ねえおじいちゃん、過ぎたことを責めるのはもうお父さんに任せて。無理とか言うのなし、約束して。おじいちゃん。なんだ。呼んでみただけ。お前何考えてんだこら。逃げないでよ。逃げるわ。わしを追い出してどうすんだ。誠が、かなえ姉ちゃんに会いたがってるのに、いつまでここに閉じ込めておくの。ま、誠、いや、お前今わしを。今じゃないとお別れできないから、このままおじいちゃんや誠と一緒にいたら、それが普通になっちゃうよ。お前は何のために石を壊してまでわしを残した。万が一も許さず誠を守りきりたいんじゃねえのか。お前が何と言おうとわしは残る。お前の決めた覚悟にわしはついていくからな。あのさ、うるさいから起きたよ。すまん。なんで喧嘩すんの？子供には仲良くしろって言うくせにさ。うん、誠は仲良くね、お友達と。してるし。ママの言うことをよく聞いてね。聞いてるよ、ちゃんと聞いてる。歯はちゃんと丁寧に磨かなきゃダメだよ。なんか今日ジュリ姉ちゃんママみたい。手の肉付きのいい子だ。将来いい仕事をするようになるぞ。それもう10回ぐらい言ってるよ。そうか。言ってるよ、絶対また言う。なんか家にいるみたい。早く帰りたいね。
ダメよ、危ないから。ここは近寄らないで。細い。でも注意して見てたはずなのに。いつの間に。まあ、おい。いくら帰りたがってたからってよ。こいつは貴重な戦力だったんだぞ。こいつって言わないで。いや、せめて俺たちにも一言相談しろよ。おい、チンピラ。よその家庭問題に口を出すな。家庭問題か？あなたたちも、ここから出てもらおうと思う。え？あとは、私たち二人で、このまま佐川を見張り続ける。おじいちゃんと相談して決めたの。出るって。いや、出られるわけねえだろ。佐川が何企んでんのか、今どうなってるのかもわかんねえんだぞ。わっ、俺喋るももう引っ込めって言ってるぞ。うるせえな、この断面。どっち、これは。おい、みんなのんきにじゃれ合ってる場合じゃないぞ。あ？ここに来て見てみろ。あ？なんもねえじゃん。角度を変えながらよく見ろ。あ？うわっ！マジか。これ、佐川の糸じゃねえか。こんなところまで伸ばしてきやがった。距離だけじゃない。下の方見えるか？ここに来るため俺たちが通ったルートを塞いでる。話してる間に張られた。このまま際限なく糸を増やされたら、カゴに殺されるぞ。みんな聞こえる？佐川が糸を増やしてる。どこまで伸びてるかわからない。動く前に目を凝らして。今気づいたとこだ。お前こっち来れるか？わからない。でもここを離れたら見張りが。どうするんだ？どうって、マジマを連れて糸のねえところに出るんだ。そんなもの盾にならないだろう。糸に触れたのが分かり十分。シャベルが切れた時にも気づかなかったのにか。さっきは注意してなかっただけで。危ない、今は。まったく見えねえわけじゃねえし、よく目を凝らせば。まあ待て、協力してくれるか。試してみたいことがある。まさか糸を通して栄養。凄まじい執念。マジマ、無事か？今行くぞ。ダメ、迂闊に近づいたら。この糸も賜りの力の産物ならば、あの子の能力で。密度が高すぎて弾け飛ぶんだ。あれって栄養も多分。つうことはだ、糸を全部切りゃ佐川は飢え死にだ。それとも一気に片付けてもらうか。届きさえすれば、あの前みてえなのも一撃で吹き飛ばせるだろう。そうだね。佐川は瀕死の状態。玉鬼を力ずくで追い出せば、おそらくその時点で佐川の命は尽きることになる。やっと追い詰めた。誠の未来に影を落とさせはしない。そう、
これは怪物の卵だ。これこいつの。この家に生まれなければ俺は幸せになれたんじゃないか。この家に残るメリットってある？そっか、こいつ私と同じだから。何、悪いけどけじめだよ。これはお互い後戻りなんてできない。あんたも私も、もうやり直すことなんて。いずれ窒息死だ。手を下せないならそのまま放置すればいい。あれ、貸してみろ。直接指で混ぜちゃったけど雑菌とか。どうするつもりだ。殺せないから生かすのか。すぐにでも処分することを。育てる、育てるしかないでしょ。いいよねおじいちゃん。シャメー。いや、いつ佐川の記憶が覚醒しないとも限らない。覚醒しないよ、記憶なんて。根拠は？この姿で生まれてきたということは、たまには佐川を生かすために彼の遺伝情報に頼らざるを得なかったということ。元の体は新たな肉体を作るために分解されたと考えた方が自然。私見た、佐川の記憶が崩れていくイメージ。それでも記憶が戻るとしたら、それはもう霊魂とか怨念の領域になる。あれ、反論は？いや、納得した。まあそういうことならよ、もう俺らがここでやることもねえな。そう、別に見たくもない顔だし、さっさと私の世界から出て行ってもらおうかな。さっき視界を自分の世界みたいに言ってたけど、いつかは帰るって思っててほしい。ごめんなさい、残酷なことだと思わずにそうしてほしい。顔上げてシャキッとしなさいよ。そんなんでこの先やっていけんの？見てて不安だわ。これで最後、お兄さんと仲良くね。どうしたんだろう。
ムツでもミルクでもないみたいだけど。おう、どうした？おう、泣きやんだ。なんだ、気まぐれか？ねえ、この子、いつ頃向こうに送った方がいいかな。ずっとこっちで育てるわけにはいかないでしょ。教育も受けさせたいし。だな。首が据わってからでいいんじゃねえか。お前の実は結構衝撃があるからよ。じゃあ半年くらいかな。誠もそれくらいだったし。あ、嘘、また今度こそおしめがミルクじゃねえか。あ、水とかお湯がない。調達しに行くか。何書いてんだ。ん、日付をね。一応目安だけでもと思って。ああ、確かにな。ふれふれ、ぬめぬめ、グッといけ。わっちゃたまに遠出してみるもんだな。雨に降られる心配もねえし。あのね、おじいちゃん。おお、これこれ、お前ここに来るとこればっかりだったんだぞ。やっぱりおじいちゃんは帰った方がいいと思う。一緒に残るって言ってくれたおじいちゃんの気持ちは嬉しいけど、お母さんやお姉ちゃんに説明しなきゃいけない。きっと少しの間はごたごたがあると思う。それをうまく収められるのはおじいちゃんだけだから。だからお願いします、みんなを守ってください。やめろ。お願いしますなんて言うな。ちゃんと頭と体が動くうちに決心つける。必ずだ。だから前みてえに後ろからズドンだけはやめてくれ。頼む。わかった。先に休ませてもらうぞ。うん、おやすみなさい。おやすみ。あのさ、うん、ここで長く暮らしてるうちに佐川の言ってた意識の使い方を覚えて視界から出られるようになるかもね。そしたらおじいちゃんの隣にちょっと年食った私がいたりして。待てよ、逆にわしが使い方とやらを覚えてジュリのクラゲを追い出せるようになりゃ、どうすりゃいいかわからねえが、死ぬほど練習してよ。し、明日から早速。ごめんね。だってこのまま絶対ズルズルいくパターンだもん。バイバイ、おじいちゃん。日増しに実感が強くなるな。これ万引きなんだよ。情けなくなるわ。え、何フォローしてくれるの。ひひ生きていくためです、どうか見逃してください。よー、もうすっかり慣れたね。お風呂の気持ちよさに目覚めた。えていうかあんた重くなったね。この声は不安か寂しいね。分かってきたな。うん、何？それが気に入った？どれどれ？おお。はいはい。この声は
うんち。お花だよ。お花。綺麗だね。ほら、さなえお姉ちゃんこんにちはって。ん？今もあったよね。お姉ちゃんはすごいよ。誠のために生きるって決めて。私の場合、もうすぐこの子ともさよなら。所詮ごっこだよ。いつかは帰るって思っててほしい。そう思えば安心できる？別にいいこともなければ悪いこともない。それで十分だよ。まさか！すぐ半年だもんね。ねえ、あんた、このまま私とここで暮らす？お腹空いちゃったか。じゃあご飯の後にしよっか。もし吐いちゃったら喉に詰まって危ないから。いや、またお腹が空くまで間を置けば。ダメだ、結局迷ってる。今日赤ちゃんをそちらに送りました。念のためすぐ病院に連れて行ってあげてください。何も起きないけど、私の世界が平和でありますように。いただきます。おう、あ、今まで気がつかなかった。転換しよう。たまにはいいじゃん。私二十歳超えてるし。そう、私の世界なんだし、特権じゃん、こういうの。帰ろう。じゃ、行ってきます。出てきてよかった。歩いて景色を見れば気分も晴れるしね。そう、暗いことは考えない。楽しめることは楽しもう。どうかうちが平和にやっていけますように。おやすみなさい。なんだろう、賑やかなところだと気持ちが上がるかと思ったのに。
暗いことは考えない。そう、暗いことは考えない。そうそう、暗いことは考えない。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 暗いことは暗いことは暗いことは考え。いやいや違うでしょ。管理人がいる世界なんだよ。ここはおかしいのは私の頭じゃなくてこの世界。でも正気でいたところで何か意味があるのかな。そうか、あの子を返した瞬間に私のいる意味は終わったんだ。不思議。そう考えるとなんか急に楽になった。正気でいることも何も関係ない。何も変わらない。ああ、なんだろう、安心感で満たされていく。初めてだったからさ。あ、あんたのたまには落ち着かせたからもう大丈夫だよ。あなた誰？は？自分で引っ張り込んどいて何よそれ。あんたこそ誰よ。ゆかわです。ああ知ってるよ、うちの人の知り合いにいたわ。あの、あ、私？あんた視界に入るとき石使ったでしょ。それ作った人の嫁。え？そっか、うちの人の石のせいでそんなことにね。申し訳なかったね。ああ、いえ。でもどうよ、ここだけの話、人財産作ったよね。そんな、うちはほんとギリギリで財産なんで。呆れた。何も得しないまま石壊しちゃったんだ。なるほどね、うちの人が石を預けたわけだ。あの創始者、旦那さんは今どちらに？亡くなったよ、明治13年に。そうですか、明治。え？私は生まれつき体の中に玉兄があってね、年を取らないんだ。まあそのせいで祭り上げられたり殺されそうになったり大変でさ。その時一緒に逃げてくれたのがうちの人。よく視界にも連れてってあげた。彼私と同じ体になりたがってね。でもそのうち目的より研究が面白くなっちゃって。そういうとこ男だよね。あ、創始者なんて言われているようだけど元祖は私なんで、そこんとこよろしく。亡くなられたのはどうして？やっぱり少しずつ年を取っていったの。たまにを理性で制御する人の限界なのかな。私と過ごしたのは実質200年ちょっとだったけどさ、死に向かって老いていくほどに可愛くてさ。それは
残念でしたね。さて、あんたは普通に帰った方がいいね。ご先祖さんに似てまともすぎるわ。気が向いたら遊びに来て。もうしばらくはこの時代にいるから。帰るってどうやって？言ったでしょ、よくうちの人を連れてきたって。私にとっては呼吸するのと同じ。じゃあね、昔話できて楽しかったわ。すいた。みんな寝てるよね。朝まで家に入れないかな。嘘。どうして。おじいちゃん。ジュリーが。親父の言う通りだったな。必ず帰ってくるから今夜だけは起きて待ってよって。ジュリ姉ちゃんお帰りなさい。うん、ただいま。そんなところで寝たら首痛くなっちゃうよ、ママ。寝てない、横になってただけ。まこと兄ちゃんたち外で待ってるよ。あれ、前にもこんなやりとりしたような。ほら、二人とも早く。